おはようございます。今日は朝の海です。まだ日が出てないのかな、雲で隠れてるのか今日はかなり冷えてます。最近の中では一番寒いかなっていうぐらい冷えてて、あとは全然平気なんですけど、ロイはシングルコートの短毛なのでちょっと寒いのかなって気になるんですけど、いいのかな。ロイロイノーノーよそれ、はいグッド。このカイカイなんですけど、家ではカイカイをほとんどしないので、外でやるカイカイはもしかしたら転移行動って言って、自分を落ち着かせるためにロイがしてる行動かもしれないって今思っていて、例えば他にどういう転移行動があるかっていうと、緊張した後とかにブルブルって、あ、このアトムのブルブルとか、こういうのも自分を落ち着けるためにやったり、あとはこう体をカイカイってやるのも転移行動って言って、自分を落ち着けるためとかにすることもあるって言います。なので家とかでそんなに痒そうにしてないのに、なんかこうそういうシチュエーションの時にそういうのしてた場合はそういうことが考えられます。で、この転移行動はいけない行動ではなくて、それで自分でストレスをこう管理しようとしている行動になるので、ごめんやと、すごく逆に褒めてあげるポイントのようで、自分で興奮をリセットするすごくいい行動と言われてます。他にも転移行動としては、アトムおいで、どんなのがあるかっていうと、地面の匂いを嗅ぐとかも、まあ単純に匂い取ってる時もあるんですけど、落ち着く時に匂いを嗅いでっていうこともあると言われているようです。そういう行動をできるだけ見落とさないようにして、たくさん褒めてあげて暮らしていくっていうのが、あと待っていいのかなって思ってます。で、そういう行動を一つ一つ見落とさずにしっかりと拾っていってあげることが、あ、ワンちゃんが暮らしやすい暮らし方につながっていくのかなと思って、頑張って二人の行動を見ています。